はい。というわけで、今回はですね、乃木坂46真夏の全国ツアー2023ということでね、前回、座席どこなんだろうっていう動画上げましたけども、それを受けてですね、早速これから、現地に行ってライブを見てこようかなというふうに思います。現地でのね、雰囲気、どんな感じの様子だったんだろうみたいなところも含めてね、行けない方もいらっしゃったと思うんでね、その辺も見ていただければというふうに思います。というわけで、行きましょう。というわけでね、今7時前なんですけども、まだね、人があんまりいない状態なのでね、会場周辺でいろいろ撮れるところを見て回ろうかなというふうに思います。日差しのスクリーン、君と久しぶりのランデブー。ずっと会いたかったけど、素直になれなかったんだ。先に連絡しちゃったら僕の負け。というわけで、去年はですね、なんちゃんが、外の雰囲気だけ見てみようということでね、この辺を回っていただいた覚えがありますけども、今年は自分がね、ようやく来れたということで、撮っておりますけども、グッズ売り場はですね、別のところにあるんですけども、生写真とね、グッズはもうすでにね、めちゃめちゃ人が並んでる状態だったのでね、ちょっと撮れる感じではなさそうという感じでございます。さあ、というわけでね、この神宮の周りを、メンバーのポスターがね、貼ってあるという感じですね。はい、神奈川さやさんでございます。というわけでですね、今回結構ね、川崎さくらさんも直前で、足を骨折して出れないとかね、いろいろありましたけども、最終日ということで、ね、なんとか今年は天気も良さそうなので良かったですね。電車の中はうるさくて、知らずに声が大きくなってた。きつく聞こえたかもしれない。僕のロコが間違ってるんだ。トンネルに入る前にそ
自分の答えを押し付けた。そんなに世界を狭くしてどうするの、僕は頭。はい、というわけで、ある程度ね見て回りましたけども、とりあえず会場の雰囲気なんかは、見てね分かったんじゃないかなというふうに思いますけども、この後、夕方からですね、自分も最終日の神宮公園をね見てこようかなというふうに思います。感想はね、家に戻ってからゆっくりまとめてね撮ろうかなというふうに思います。はい、というわけで、現地から新潟に戻ってきて、2日ぐらい空いてしまいましたけどね、神宮参戦して戻ってまいりました。いや本当にしんどかったですね。途中本当に水は飲んでましたけど、水分取ってましたけど、めちゃめちゃ暑くてね、本当にぶっ倒れそうでしたけども、まあ、ただですね、自分で体感で感じた感じ、東京も暑かったんですけど、新潟の暑さに比べると結構過ごしやすいだなっていう風に自分は感じてしまいましたけどね。いやーそれでも暑くて大変でしたけどね。いやー気温も暑かったですけども、ライブも暑く盛り上がったということでね、めちゃめちゃ良かったんじゃないかなというふうに思います。で、座席ね、前回の動画で微妙かもな、みたいな感じで、動画話しましたけども、実際はですね、めちゃめちゃ良かったです。いい席でした。メインのステージはね、少し距離があって遠かったんですけども、花道の真ん中のステージっていうのはすごい近かったんですよね、自分が見てるところから。あとは、座席も通路側だったのもあって、たくさんメンバーがね、ライブ中にトロッコで間近に来てくれるっていうのもあったりとかして、めちゃめちゃ良かったですね。影春川さんだったりとか、あとは弓木さん、一ノ瀬さん、池田テレサさんとか、あとは柴田優奈さんとかね、井上凪さんだったりとか、結構たくさんのメンバー間近に来てくれたんでね、すごいテンション上がりましたね。周りの人もなんかもうすごい歓声でね、おーってなってましたけども、レッスンもたくさんもらえて、すごく本当にいい席だったなというふうに思いました。ライブの話だとね、個人的に印象に残ったところで言うと、アンダーメンバーのパフォーマンスがめちゃめちゃ目を引いたものがあったなというふうに思いました。踏んでしまった、披露してましたけどね、激しい楽曲でしたけども、今までのアンダーのかっこいい部分っていうのはしっかりこう継承されつつね、今回のアンダーメンバーの良さっていうところがしっかり出てた気がしました。今回センターの松尾美優さんめちゃめちゃ良かったですね。なんか特にこう表情の良さがすごく際立って見えましたね。アンダーのパフォーマンスっていうのはやっぱりこう生で見てこそだなっていう風に改めて思ったというかね、いや今年のアンダーライブすごいことになりそうだなと改めて思いました。配信でね映像で見てる感じでもわかると思うんですけど、その全体を見ての迫力の強さとか表情っていうところはやっぱりこう生で見てこそわかるものもあったりとかして、いやアンダーいいなっていう風に改めて思いました。あとはアクチュアリーですかね。なんだかんだで自分は中西アルノさんセンターは生で見たことなかったんですけど、めちゃめちゃ良かったですね。今までのセンターとはいい意味でこう別の乃木坂を見れたというかね、そんな風に思いましたね。騒動があってあんまりね、アルノセンターのアクチュアリー披露する機会ってなかなかなかった気がしますけど、これはマジでもったいないなっていう風に思いました、ね。曲感想でね、おーおーっていうのありましたけど、あれはやっぱり生でアルノさんの声で聞くっていうのはマジで圧巻だったなっていうふうに思いました。気持ちが入ってるっていうのもそうなんですけど、やっぱ迫力はあの子にしか出せないなっていうふうに思いましたね。まあ全体通してですけど、まあ今回夏の集大成っていうことで夏の楽曲いっぱいやったりとか、まあユニットもね、いっぱい披露したりっていうのもあったので、まあその場にそういうのをね、本当に集大成として見ることができて、で、なおかつその場で見ることができて、めちゃめちゃ良かったな、というふうに思いました。ただね、ちょっと残念だったのは、個人的になんですけど、自分が夏曲で1、2を争うぐらい好きな楽曲、ひと夏の長さよりっていう曲があるんですけど、それがね、聴けなかったのはちょっと残念だったな、というふうに思いました。本当に自分的には夏曲で言うと、扇風機、あとは裸足でサマー、それに匹敵するぐらいひと夏の長さよりって大好きな曲なんで、まあ、今回夏曲めちゃめちゃ盛りだくさんで絶対やるだろうなって思ってたんですけど、そこだけ聞けなかったのはちょっと残念だったなというふうに思いましたね。はい。まあ、あと気になったのは音響かな。まあ、自分なんだかんだ神宮初めて入ったんですけど、なんか肩すかし食らうような音響の悪さというか、なんて言うんだろうね、ボリューム小さいし、
こう会場でよく感じるような体に迫るような音の迫力ってのが全然なくてですね、なんかずっと外で音漏れ聞いてるような感覚の音源だったなみたいな、そんな風に感じてしまいました。まあなんかこれはあれかもしんないよね、屋外だからっていうのもあるかもしんないですけど、なんでそういうところもあって仕方ないのかなっていう風に思ってしまったんですけどね、どうなんだろうね。毎年行ってるよみたいな方いたらね、今年のそのライブの音響問題どうだったんだろうっていうのをちょっと気になるんで、ぜひコメントいただければなというふうに思いますけどね。あとはね、やっぱり若いファンの方が多いから仕方ないのかもしれないんですけど、なんかマナー悪い人結構いたなみたいなふうには個人的には思いましたね。撮影禁止って言ってるのにめちゃめちゃみんな撮ってたし、でスタッフに言われて注意受けるんですよ。で映像を削除してくださいみたいな感じで詰められてて、それを言われてね、まあその時は対応するんですけど、それ終わった後にめちゃめちゃ文句言うっていう、なんかこれめちゃめちゃ目についちゃったんですよね。いろんなところでこうみんなパシャパシャ撮ってたし、それに追われるようにスタッフが行って消してくださいって言うっていうのめちゃめちゃ見たんで、なんか良くないよねって思いましたよね。まあもちろんね、自分だって撮りたいし動画もやってるし、でみんなも撮りたいのにちゃんと守ってライブをこう楽しもうとしてる中でですね、そういう人がいることでね、こうなんかめちゃめちゃ印象悪くなるなっていうふうに思いますし、まあその注意受けてるのを見てこう見てる側もすごく気分悪くなっちゃうんで、本当にマナー守ろうねっていうのはもうなんか人として最低限なことだと思うんですけどね、それがなかなか目についてしまったのはちょっと残念だったなっていうふうには思いましたね。まあただ総じてこう最高のライブだったなっていうふうには変わりないのかなっていうふうに思ったんでね。まあまた来年も神宮でライブできるように、まあ自分たちファンもね、また一年応援していこうねっていう感じになれたというかね、そんな感じの、神宮ライブでした。はい。そしてですね、最後にこれめちゃめちゃ運良かったなっていう話なんですけど、まあライブ中にね、メンバーがサインボール投げるんですよ。そういう演出があるんですよね。で、そのサインボール、なんと、こちらにございます。はい。ということで、ゲットできました、サインボール。これ、まあ、自分がゲットしたわけではないんですけど、偶然ね、自分たちの見てるところより後ろの方に飛んでったサインボールが、取れなかったんですよ、誰かが。で、それで弾いて飛んできたのが、うちらのちょうど座席の下に来るっていうね、超幸運でしたね。で、奥さんがね、そのところに転がってきたボールを、こう、そっと取ってゲットしてきたよっていう話だったんですけど、いや本当にね、偶然だったなというふうに思うんですけど、はい、まあこれ動画で紹介できるってなかなかないと思うんでね、思い出にもなりますし、しっかり保管しなきゃなっていう感じなんですけど、これはい、こんな感じでございます。菅原さつきさんの、サインボールですね。はい、8月28日というふうに書いてますけども、裏はですね、はい、今日から小吉です。はい、こんな感じで書いてあります。可愛いですよね。はい。まあ個人的にはね、初の神宮に入れたっていうのもあるし、まあこういうね、思い出もあったんでね、奥さんにこれは絶対保管して大事に取っとこうねっていう話を、したのでね、まあこれ、サインボールケースに入れてね、ちゃんと保管しようかなというふうに、二人で思っております。はい、そんな感じで、最後の最後にね、めちゃめちゃいいプレゼントももらえたし、動画としてもね、紹介できるということでね、皆さんにこういう形で、紹介できるのもなかなかないと思うんでね、それは良かったなというふうに思いました。はい、というわけでね、足早いにはなりましたけども、こんな感じの、神宮最終日のライブでした。行かれた方いらっしゃいましたらね、ぜひね、こんな感じだったよねみたいなコメントもいただければいいなというふうに思いましたし、行けなかった方、まあこの動画見ていただいてね、雰囲気少しでも感じていただければというふうに思いました。はい、というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。